はい、皆様こんばんは、翔です、ということで、今日は、獣神祭の方、弾いていこうかなと思います。今回は、今アリスと天草四郎が、対象となっ出やすい対象となっておりますので、こちらの方弾いていこうかなと思います。もう本当に天草四郎が欲しいで、今回オーブが、36個ということで、最大7回まで弾きたいと思います。では弾いてみましょう。いやーてかね、全然出ないっすよね。なかなか限定って、星51体でも出ればいいな、7連だったらね。で1体、ホルスかよー、ホルスかよ、ほんとにもうマジでホルスはもう何回見てるんだろうね、ほんとに。なかなかオーブたまりづらいっすよね、ほんとに。なかなか7連しかできないし、7連で当たるかな。シルフィーね、ダメだ、ほんとにダメだマジで。いきまーす。いやほんとにダメマジで、全然出ない、ほんとにもう。次来るっしょ、さすがに、さすがに次来るでしょ。よし、何来る、誰こいつ、わかんねえ、誰だこいつ、いやわかんねえ本当に、誰こいつ本当に誰かわかんない、今のロボットみたいなのを。あと4回、さあ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 、もうね、確定演出なんて本当に見てないマジで、絶対見てないマジで。誰だっけ、アモンだっけ、確か。アスモデウスか。もうダメだこいつね、僕ね、オークケンチ8体と交換しちゃったんですよ、ラック基準にして。もう星5使わねえだろみたいな。今結構どんな人でもね、星5攻略しようと思ったんですけど、でもみんな結局無課金でもね、星6持ってる方いますかね。おっと、星5当たったけど、かぶりかー、半蔵さん、半蔵さん、いや持ってる持ってる、マジで持ってる。かぶりはね、しょっぱい、ほんとにかぶりしか出ないんだもんな、ほんとに。こんだけ新しいモンスター追加されても僕かぶりしか当たんないんですよね、ほんと。前回のお料といい、あのね、アリスとかストライクとかは限定キャラはいいですよ。またこのかぶりの話してると、ほんとかぶり来るでしょ、しかもほんとにダメだわ、ほんとに。で、ラスト、ラストだよ、ほんと。さらって引いちゃったけど、ほんと。ホルス。かぶり。かぶりガチャだね、今回は、ほんとに。かぶりしか、持ってるモンスターしか出なかった。あの、ロボットの子以外は。まあ、ということで、皆さんは、いいモンスター、今回ね、中心祭いいモンスター当たった方は、おめでとうございます。ぜひ、ちゃんと育てて、みんなでモンスターね、楽しく遊びましょう。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。